さんこんにちは、オーセス。10月の28日水曜日にアウェーにて琉球ゴールデンキングス対広島ドラゴンフライズの試合が行われました。結果としましては74対72で琉球ゴールデンキングスは勝利しました。本当にもう白熱した試合になりました。どっちが勝ってもおかしくはなかったです。シーソーゲーム、まさに心臓がもうずっとバクバクしました。今回もね、琉球ゴールデンキングスが怪我人の情報プラス、まさかナナ・ダニエル・ダン選手もちょっと負傷してしまってベンチ外になってしまったので、いよいよインサイドがジャック・クーリー選手とザーラー選手のみとなってしまいまして、非常に苦しい状況の中試合が始まりました。1クォーターはやはりね、ちょっと広島がインサイドをやっぱゴリゴリに攻めてきて、あとはやっぱスリーポイント、ベテランの浅山選手と大型新人のアイザイア・マーフィー選手のスリーポイントっていうのがすごい最初重くのしかかりました。それでもね、ちょっとすごい離されるかなと思ったんですけども、最後1クォーターの終わりに、ターンオーバー、プレス一気にかけて2本奪えてからシュートまでいけたのっていうのはすごい大きかったんで、点差が5点までっていうのはすごい良かったと思います。2クォーター3クォーターも広島に攻められはするんですけども、琉球ゴールデンキングスも個々の力もあるんですけども、やはりそこはチームワークで全員で点を入れるっていうイメージでしたね。いろんなところから攻めて、インサイドもありますし、アウトサイドからのシュートもあって広島に食らいついて、で3クォーターは一時逆転してちょっとだけ点数は離れて、おこれ琉球の流れかなと思ったんですけども、さすがにそこは広島そうはさせなかったです。広島も当然やはりミスマッチとなっているインサイドをついてきて、やっぱ外国人選手の場所から点が入るっていうのは多かったです。そこでもね、やっぱゴリゴリエチンケ選手のね、インサイドゴリゴリ具合っていうのもすごいいかついと思いました。あのクーリー選手がやられるんやと思ったんですけども、今回、クーリー選手ファールしてしまったら、もうクーリー選手の動きっていうのは制限されてしまいますし、クーリー選手が万が一ファールアウトしてしまったらキングスその時点でもう罪が確定してしまうんで、やっぱ前半ノーファールで抑えたっていうのは、もうそこはクーリー選手の技量がすごかったと思います。なので3クォーターの絶対に入れられてはいけないシュートっていうところに、クーリー選手もファールに行けるっていう場面もありましたんで、そして4クォーターの本当に2分過ぎたぐらいまで本当に同点でどっちに転んでもおかしくない状況だったんですけども、先に動いたのはやっぱりキングス、クーリー選手のインサイドと、そして本当にわずかなカバーの遅れをついて並澤選手がレイアップで一気に点数、ちょっとだけですけども離して、田代選手がファールを受けた時に、ああもうこれ勝ち確だなって思っちゃいました。で1本入れて3点差で、もうこれ3ポイント入れん限りよほどないだろうなって思ったら、トーマス・ケネディ選手がまさかのあの場面でのロングスリーがバスーンと決まって、絶望に一瞬変わりましたね。うわこの場面で同点に追いつくんやって思ったんですけども、最後の残り4秒、琉球ゴールデンキングス主体と使ってきたあのピックアンドロールで並澤選手が田渡選手をかわして、最後ブザービーター決めた瞬間、もう僕も叫んじゃいましたね。あの時こんな場面で入れるって思ってから並澤選手のね、もうメンタリティの強さ、あそこで決めるとかマジでイケメンと思いました。そして並澤選手が最後走りながら琉球のマークを胸に突き出したあのシーンを見た時は、キングスをすごい誇りに思ってるっていう風にアピール見れましたので、すっごいかっこよかったです。西地区の王者のやっぱ勝負強さっていうのは出たかなっていう風に個人的に思っちゃいました。キングスが本当に団結の力、チーム一丸となって挑んで勝ち取った勝利だと思います。見事ね、8連勝にまで伸ばしてるんですけども、本当にこの8連勝っていうのは難しいことだと思います。特に前節の島根戦でも外国人選手が欠いてしまって、今回もクーリー選手一人で奮闘せざるを得ない状況になったんですけども、そこはクーリー選手もそうですし、長時間プレーしている三原選手の活躍、そして周りの日本人選手の点数を入れてくれてのバックアップっていうのはすごい勝利に繋がったと思います。やはり日本人選手の点の差がやっぱり広島と琉球でそこは差が出ていますので、そこもキングスの勝利の要因に繋がったと思います。今回ね、すごいピンチの状況の中で見事勝利をすることができました。次回は1週間飛びまして、11月7日と8日にまたアウェーにて川崎ブレイブスサンダースと戦うことになります。で優勝するためには避けては通れない相手になりますので、果たして東地区の強豪相手にどのように戦っていくか、また見どころ紹介していきます。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。以上です。